YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、橋本ゆきです。はい、戦国長寿ギガということでですね、今すごい擬人化とかがすごい流行り出している中で、逆に人間を動物化してしまうっていうことにすごい興味を抱いて、ワクワクしながら今回、収録に挑ませていただきました。でですね、まあ見ていただいたら分かる通り、すごい可愛い動物たちが動いてる絵なんですけども、収録自体もですね、なんですかね、すごい若者たちでキャッキャしているところをたまたま撮られちゃっていて、それがそのまま映像として皆さんに見ていただく作品になりますっていう、なんかそういう感じですごい楽しくお芝居なんですけども、やらせていただきました。作品自体もですね、もちろん歴史のこと全く知らなくても見れますし、まあ、見ていただきまして、こんな可愛い動物たちの戦国武将、何を成し遂げたんだろうってすごい興味も湧く内容となっていると思いますので、ぜひそういう形でも楽しんでいただければなと思います。テレビと配信でぜひ戦国長寿ギガをお楽しみください。